こんにちは、こんばんは。こんにちは、こんばんは。福留純一です。丸山桃太郎です。ね、久しぶりです。久しぶりでございます。本当に、はい、もう5月の1日に、そうなんです、ね、やる予定だったんですけど、2人でもうね、何年かぶりでね、本当に何年かぶりですね、はい、もう満を持してやろうっつってね、福留さんとも言うてて、矢先にこんなことになってしまいましてね。本当に、まあ、一応延期ということにさせていただきましたので、はいはい、その代わりといってはなんですが、皆さんにちょっとね、二人でやったやつを聞いてもらおうと思って、ね、はい、今、ももちゃんにはあのこのフォーク酒場ゆらゆらまで来てもらってますね、はい、そうです。で、まあ、近いですけどね、ももちゃんね、近いです、はい、歩いてでも来れる、歩いてでも来れます、はい、だからちょっとね、二人でやってみようということ、はい、それを皆さんに聞いてもらって、はい、そうですね、ちょっとね、やってみようとか、はい、思いますので、はい、それでは、まずはですね、私の歌をね、ももちゃんにも後でね、ソロでやってもらいますけど、とりあえず私の歌を、聞いてもらえると思います。夕焼けという歌があるので、それをちょっとやってみたいと思います。麦わら帽子風に飛ばし、小さなゼミ追いかけた、誰かが救った草の罠に足を取られて転んだ。夕焼け空と庭師雲を寝転んだままで見上げてた、どこまでも高い空を急ぐ、帰りたいあの頃に帰ろうか、もう一度帰りたいあの頃に、どこへ
見えない街で来るはずのない電車を待ってる自分の影さえ見えない街で僕は自分の夕暮れを待ってる夕焼け。なんかめちゃ懐かしいです、ね。懐かしいですね。はい、ね、二人でやるのも懐かしいし。そうですよね。これレコーディングさせてもらったんですよね。そうですそうです。はい、私のソロアルバム、あれね、もう12年も前だよ。え、そんな前ですか。はい。江戸が一周してしまいました。そう一回りしちゃいましたけど。そっか。ね、懐かしいですね。はい。本当にね。いやもうめちゃめちゃいい歌ですよね。やっぱり。相変わらずいい音させてもらうな。ありがとうございます。いや。ギターが上等なんですいやそんなことないですよもちろんギターもいいんだけど弾き手がやっぱりね私がこのギターを弾いてもねこんな言い訳しないと思います本当にエコーがちょっとかかってるんですけどいいですかねこれはもうじゃあ喋らせればマイクも入ってないよね、まあ、でもなんとなく、ね、なんとなく、はい、いいですか伝わってると思いますけれど、はい、もう一曲ねじゃあね、はい、ももちゃんに手伝ってもらって、はい僕初めてです。あ、そう。はい。これね、今年に入って、はい、ここはね、中野新橋ってところなんですよ。はい。場所はね。はい。で、ここの商店街のね、うん、会長さんとかが、中野新橋を盛り上げる会っていう、地域おこしでね。地域おこしで、プロジェクトを作って。はいはい、で、まあ、いろいろこれからやっていくんですけど、はい、だったら、なんだ、テーマソングを作ろうじゃないかっていう。素晴らしい。はい。で、じゃあ曲は私にってことで、はい、私に作らせてもらったんですよ、はいはいはい、で中野新橋ラプソディっていう歌をもうそのままのそのままで作ってもらって、はい、一応ね、うん、あれはやったんですよオーディションはオーディションやって、はい、先生その中で5人選んで、はい、で決勝大会をね、はい、3月の15日にやるはずだったの、はい、あそうところがギッチョンですねギッチョンそれのねこの騒ぎね、コロナの騒ぎ、ずっと延期になってまして、はいはいはい、でまだ選べないんですよね、うん、その5人の中1人、うん、でそのこの1人にこれを歌ってもらおうということで、はいはいはい、今日はね、まだわからないので、はいはい、私が歌ってあそうですか、ね、ももちゃんに手伝ってもらおうあ分かりましたということで、ね、ちょっとでは中野新橋ラプソディ聴いてください
愛に向かい変わる街、川面に映る新都心、赤い電車に乗って赤い橋を渡って家族ができた、家族が増えた、この街で生きてゆく。静かに佇む富士神稲荷、神田川の散歩道、川島商店街の明かりが優しく家族を迎えてくれる。中野新橋心満たされる、中野新橋そんな街。はい、ギターももちゃん。大丈夫ですよ、はい、そうね2時間ぐらい準備してください2時間ぐらい、はい、いいですか、ちょっと準備させていただいて、はい、はい、それでは、ソロということで一曲、去年の7月にあのアルバム「桃散歩」という、アルバムを出しましたんですけれども、はい、その中からですね、僕はあの京都の出身なんですけれども、京都には、まだあの中学校の頃の同級生がね、たくさんいまして、彼らに、まあ、作ったといいますかね、同級生のことを思い出しながら、こう作った曲、卒業という曲をね、聴いてください。
ということで、ありがとうございます、ね、これぐらいで勘弁していただく勘弁していただいてってこともないですけども、アンコールでもう一曲アンコールアンコールいただいてしまいね、ありがとうございます。こちらの方にあの、課金していただくとあ、そうか、なことないか出てないね。そしてあのさっきも言いました、桃散歩というね、アルバムのタイトルなんでございますけど、そのタイトル曲を、こういうことでもなければね、よくあのまあお天気のいい日は散歩に出かけたりするんですけど、こういう状況ですからね、もう出ても20分30分ですぐに最近も帰ってきますけど、私が散歩に出かけた様を。もうちょっと長めにねやりますけれども、さあと、はい、あと死に結構フレアして、はい、ね、あトムさん、トムさんが俺はあと2あと3曲ぐらいかな。 ありがとうございます。もうすみません、出し惜しみしてるわけじゃないですか本当はね、本当たっぷりと、はい、聞いてくださったんですが、まあこんなもんでちょっと勘弁してもらって、はい、そうですね、ね、あのまたほら落ち着いたらね、そうですね、このあれがもちろん落ち着いたら絶対、はい、あのやりますので、そうですね、そしてその時はね、はい、あのちゃんとあのホームページなり、はい、フェイスブックで、そう、皆さんにお知らせしますので、来ていただいて、ね、ぜひぜひ、はい、その時に来ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ももちゃん、今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。ご存知ください。はい、楽しかったです。ありがとうございました。では、失礼します。はい、失礼しました。皆さん、コロナに負けないでね。元気でね。また元気で会いましょう。ありがとうございました。では、さよなら。Hello again.
しておくれ、君にあげた過ちや嘘を Hello again。 涙が出るほど思い出たちは